えー、コモコさんからいただきました。ありがとう。えー、神谷さん、小野さん、こんばんは。小野さん。バンバンはい。モスバーガーの CM のナレーション級おめでとうございます。やった。あの、ヒネモス発売から7年。うん、小野さんのファンであれば、誰もが一度は思ったことがあるであろう、モスの CM、小野くんがやったら面白いのにという妄想がついに現実となったということで、我々もとても感慨深いです。うんうんうん、ありがとうございます。CM を拝見させていただくと、さすがの美声。うん、そして15秒のうちに、小野さんの口から何度も発せられる、モスモスモス。え、宣伝されている商品が、リッチモス、 チーズバーガーということで小野さんのモスもリッチになったような感じがして面白かったです、えー、リッチモスチーズバーガー絶対食べに行こうと思いますとのことですあありがとうございますモスバーガーの CM やってるやりましたリッチモスチーズバーガーという新商品がうん、うん、出ることになりまして、はい、そのタイミングでですよモスバーガーさんとしてはですね、うん、どうやらその商品が挑戦 だったようでですね、新しい。はい。えー、ということで、えー、新しく僕を起用していただきました、今回モスバーガー自体がそんなに CM をやってる印象が実はないんだけれど、イメージ的なね、CM はやっている、うん、やってた気がするけども、その商品をピンポイントでこれを売りますよ、みたいな CM って、うんうんうん まあ、新商品がやっぱできたタイミングってところが多いみたいですね。うん、えだから若本さんが以前やってた時があったんですけど、えー。あ、そうなんだ。もう今回、ついにですよ、僕に。まあ、もすもす言ってきた甲斐がありましたね。たたねこの7年ですか。7年間や続けると CM に繋がるんだね。そう。うん、で、現場行ってね。 ディレクターさんとか、あの、モスの、あの、会社のね、うん、その、皆さん、お偉い方がみんな集まってで、うん、すごい。CM ってやっぱね、提供してるそのスポンサーさんがいっぱい並んで聞くんですね。クライアントさんいっぱいいらっしゃる、ね。クライアントさんが、はい、で、これは、ああだ、こうだと言いながらですよ、いろんなパターンを取って、取り終わりまして、うん、で、あの、ブース終わった後にですね、いや、本当ありがとうございました。えー、本当、ね、モス、モスってずっと言い続けてよかったです、っつったら。 暗い、うん、ン者さんたちが「<laughs> ん?ん」ってなって「うん、え,えあモスお好きなんですか、うん、ありがとうございます」ってなって「うん、はいもうずっとモスって言ってます」って。うんあ <laughs> <laughs> ちょっと意味わかんねえなっちゃったんだ。なったの。下野くんが唐揚げ好きですっていう風に言って、あ、唐揚げお好きなんですね、みたいなのとは違うもんね、あなたね。違うんです。そうじゃないんです。違うもんね。そう。うん、僕は、ひねもすっていうミニアルバムか、さっきもね、メールの書かれてましたけども、ひねもすっていう、そのミニアルバムをきっかけに、もすという挨拶が生まれたんですね。うん、たまたま。だから、 モスバーガーの CM がやっと来たと思ってたんですよ。うん。うん。関係ねえんだって。関係なかった <laughs>、うん。一個も関係ねえんだって。はは、うん、ディレクターさんがガンダムエイジのラジオをやってた人で、はあ、うん。小野くん、あの時すごい面白かったから、あの、モスの、 その、ナレーションやって欲しかったんだどこでね、仕事がね、そうやって繋がっていくか分かんないですね。んですそうですか。まあでも結論言うと、関係なかった。お前の7年間はあんま関係なかった。全く関係なかった。全く関係積み重なってなかった、別に。単になんか面白そうだからっていうことだったんだ。うん。あうん。まあでもほら、人と人との信頼関係ですから、このね、世界はね。なんだかんだいってやっぱそういうところでちゃんと小野くんが積み重ねてきたものがあったからこそここに繋がったわけですよ。ありがとう。はい。よかった。